listening to Shibuya Cross FM. この時間帯からはペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよをお送りいたします。番組のパーソナリティを務めさせていただいてます。 NPO 法人若者メンタルサポート協会理事長をしております岡田沙織です。今週もよろしくお願いします。いやもう暑くて暑くて汗が吹き出してくるんですけど、そんな今日も渋谷からお送りしてます。この番組はですね、生きづらさを抱えた若者をはじめ悩みを抱えた大人の方にも心が楽になるようなメッセージを発信する番組となっております。今日本ではですね、リストカットとかを繰り返して、生きづらさに悩み苦しんでる若者たちがもうね、本当に大人たちが想像している以上にたくさん存在してるんですね。だけどそのみんな欲しい愛を結局親からもらうことができなくて、家にも学校にも居場所を見つけられなかったりして、消えてしまいたいと響き悩み苦しんでたりするわけなんです。だけどその苦しい思いっていうのは、本当は生きたいし幸せになりたいし愛されたいっていう心の叫びでもあるわけなんですね。で私自身もですね、心が楽になる魔法という、ブログをやってまして、で、そこにはですね、はい、ありがとうございます。そこに心が楽になるメッセージを発信しながら、おまけで生い立ち綴ってるんですよ。7月全然更新してなかったかもしれないけど、で、その更新をしてないんですが、そこの生い立ちにも書いてる通り、私自身は10代の時やっぱり居場所がなくて本当さまよい続けた症状でですね、渋谷でいけないことしたり、歌舞伎町でいけないことしたり、いけないことだらけでしたけど、居場所探しのツアーをしてたわけですね。でもそういった経験を、乗り越えて、とことんやっぱね、自分とすごくすごく向き合って自分を好きになることで乗り越えて、今は同じように苦しんでいる10代の子たちの24時間 LINE の無料相談の活動をしているわけでございます。でですね、番組ではですね、この今苦しんでる子たちの声とか現状をこの社会に、そして、そういう大人たちに対してもそういうことがあるってことを伝えていくために、で子どもたちには、素敵な大人もいるしっていう心が楽になるようなメッセージを大人にも若者にも発信していけるように、若者の街ここ渋谷から毎週水曜日午後4時よりお届けしているわけでございます。ではでは番組スケジュールなんですけれど、レギュラーコーナー岡田沙織の一言言いたいということでですね、このコーナーではね、もう私が日々感じていることとかを、講演とかカウンセリングを通して、なんか今言いたいなと思うことを降ってきたことをちょっとちょっぴりお伝えするミニコーナーとなっています。そして、ゲストコーナー分かってくれてる大人たちということで、このコーナーでは分かってくれる大人ってね、私以外にもたくさんいるんだよってことをね、若者たちにも大人の方たちにもぜひお伝えしたく、素敵なゲストさんをお迎えするゲストコーナーとなっています。本日はですね、不登校の子どもたちを明日へ紡ぐ会代表の佐藤由紀恵さんをお迎えしてますので、お楽しみに。今消えてしまいたいと一人ぼっちで悩み苦しんでいる若者たちはもちろんのこと、たくさんの大人の方たちにもぜひ聞いていただけたら嬉しいです。ペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよはこの後4時50分までの生放送です。この番組は経済的向上をアシストする一般社団法人ペガサスの提供でお送りいたします。 Music's our various emotions Love is the message.Listening to Shibuya Cross FM. はい、ということでここからは岡田沙織の一言言いたいということでですね、今日はあれなんですよ、毎週ね、いつもねラジオというかこの番組を見てくれている親子さんがいてですね、愛媛県からわざわざね上京してきてくださって、この番組の見学をとても楽しみにしてくださって今日はね一緒に来てるんですけど、なんかで今日のゲストさんもですね、福島からわざわざこういつも講座とかにねお越しいただいてる、すごく素敵な行動力のある不登校の居場所作りをされてる方で、と思って、すごくここもタイミングでご縁だなと思うのがね、その
地方というか東京ではなくてちょっと離れたところからこういらっしゃってるその2人をお会い、ね、させたお会いしたしたみたいなそんな中で今日やっぱふと思ったのが私自身よくあの辛い経験もう二度とやりたくないけどでもあれがあったから今の私があるんですって今はすごく誇りに思ってますってよく思ってるし言ってるんですね。で、まあ、本当はいろんな人から壮絶ですねって言われるぐらい ある人に何だっけな、なんか岡田さんは年中人生天中殺ですねみたいな名文句を言われたことがあったぐらい、まあ、今まで、ねまあ、ひどい人生だったんですけどでも、まあ、そんな中で今はすごくそれがあったから今こうしてここで番組をやらせていただいてるしもういつも言ってるようにそれがあったから今私はいろんな活動をさせていただいてる、まあ、わけなんですよ。でそう思った時に全てやっぱり必然だったしタイミングだったしってすごく思うわけなんですよね。どれもこれも多分私があの時あの時間にあそこに行ってああいう人に会ってああいう辛い経験をしてとかあの時あそこに行ってあの人と会ってこういう経験をしてみたいなのもきっと全て必然だったんだろうなって思うんですよね。で今日今ここで、ね、このタイミングでその親子さんとその今日のゲストさんが会ったっていうのもきっと何か必然でしょうしまた私自身がまたその全然関係ないところで普段いろんな人に会ったりいろんなことがまあ起こるわけですよね。その出会いのタイミングだったりいろんなことが起こるタイミングってなんかすごく緻密なこうすごいこう神様の計算がされてるかのようなタイミングの必然だと思うわけなんですよ、うんうん、でそれをねやっぱすごく感じることがいいことも悪いこともたくさんやっぱりすごくあってで、まあ、私自身ちょっとまだ今まで言えないんですけど、今月中にはちょっと発表できるあることがあってで、まあ、そのことにもね実はすごくやっぱタイミングだったんです。その私の大きな夢が今月ちょっと発表させてもらえるんですがそれをもうやっぱりすごくあ今この時だったんだなって改めてすごく思いますしそういう意味では全て必然なんですよ、うん、で何が言いたいかというとその今苦しんでる子たちに今それが必然ですって言ったところでもうそんなのはもう全然信じられないの分かってるし私もそうだったんで ただねやっぱりここで今私と LINE をしてることとか私と会ったこととか、そうじゃなくてもうちの教会の私じゃないにしてもうちの息子たちに例えば会ったりとか教会の人と何かつながるご縁とかなんかねそういうこと一つ一つがみんななんか意味があるこう人生が動き出す必然だと思うのです。なので大人の方ももちろん今苦しいこと辛いこと私だってありますよ、はい、でだけどそんな中でそれさえもなんかきっと自分が次に行くための必然のステップだったりなんかするんだろうなってことを私は日々日々思いながらこれは何の意味でこういうあれなんだろうと、落ち込んだり笑ったり、ね、そんなはしゃいだりしながらも日々日々そんな風に向き合っているわけでございますって、うん、で今日はねそんな素敵なご縁をこうつなぐことも嬉しかったしそんな風にね、姉の2年越しかその親子さんが会いに来てくれてこのスタジオの見学も楽しみにしてくれて、ね、今日この1曲目かけさせていただくこのテーマ曲歌ってくださってる山本香里さんもさんも、ね、本当に可愛らしいチャーミングな方で、ね、会うことができてさっきもキャーなんつってやってたんですけどそんないろんなご縁がつながることも私自身すごく嬉しいことだなと思います。はい、じゃあ今日のゲストさん本当素敵な方なんでとっととお呼びしたいと思います。今日も素敵なテーマ曲山本香里さんで愛されたい。
ということでお送りした曲は山本香里さんで愛されたいでした。ここ4時からお送りしておりますペガサスチャンネル岡田沙織の一人じゃないよは渋谷シダックス1階のスタジオより4時50分まで生放送でお届けしています。ということでそれではゲストコーナーです。今日も素敵なゲストを招きしてます。今日はですね不登校の子どもたちを明日へ紡ぐ会代表の佐藤幸恵さんをお越しいただいてます。不登校の親子の居場所づくりを福島でされてる幸恵さんですね。よろしくお願いします。こんにちは、はじめまして。はい、はい、じゃあちょっとはい、明日へ紡ぐ会含めていろいろ自己紹介を聞かせてください。はいはい、佐藤幸恵と言います、はい、子供が3人いて、うん、岡田さんとは同い年。あ、そう、あ、そうなんだっけ。はい、そう、え、同級生の年。同級生ですね。あ、そうだったんだ、はい、いましたはい、はいはい、で私が子供がやっぱり不登校でずっと悩んできた親なんですけど、うん、3人とも3人ともですね、あのその期間とか時期とかは、まあ、みんなそれぞれバラバラだったり、まあ、学校行ったり戻ったりな感じの、うんうん、みんなそれぞれ本当にあの形っていうか時期とかもあのそれこそ理由みたいなのもバラバラなんですけども、それぞれが不登校していて、はいはい、で不登校大変と思いながら、まあ親ですからねもちろん大変と思いながらどうしていいか分かんないっていろんなとこ相談通ってみたりとかあちこち行ったりもしたんですけど、でその中でやっぱりその福島県のいわき市ってフリースクールがないんですね。私が住んでるとこは福島県の浜通り地方って言いまして、はい、あの太平洋側に面した地方になるんですけど、うん、そこの地域には一個もフリースクールがなくて、東京なんか本当に都会なんかフリースクールがあって当たり前だったり子供が行ける場所って学校以外でもあると思うんですけど、うんうん、そこがないことにまずびっくりして、本当学校に行けない子が行くところって言ったら本当悩んでたら本当気持ちおかしいんじゃない、もう寝たあの起きたりご飯食べたりもできないんだと病気だねとか病院行くとかカウンセリングに行くとかなんかすごい深刻なことになっちゃうことが多くって、地域全体が、そうですね、だから本当にあの不登校になると私不登校なんだとか学校行けないんだって本当子どもたちも言えなかったり親とかも抱え込んでしまって本当に落ち込んだりとかどうして学校に行けないんだろう私のせいかななんて私も実際そう思ってたんですけど、はいはいはい、そんな感じで本当すごくマイナスなイメージの中に、うん、あの家庭で抱え込んでしまうことなの で私はやっぱりフリースクールがやりたいってそんな大々的なものって一人でやるのってすごく大変だったり、うん、お金とかも必要になるのでそういうのではなくて、うん、やっぱりでもあの学校に行きたくない子がどうか外にちょっと出てみたいなって思った時に、うん、行ける場所っていうのはやっぱりあった方がいいと思って、うん、じゃあ私がやろうかなみたいな。それすごいですよね。え、それ思ったのいつなんですか。それは本当に多分今から1年半ぐらい前だったと思います。なんかうちに秘めてて やりたいとかそういう場所があったらいいなとは思ってたんですけど、うん、でも私最初にあのそういう場所作りたいんですっていうふうに相談した時はまず どこに相談したんですか。あの本当に市役所みたいな、お知り、いやじゃなくて本当お友達とかね、はいはいはい、知ってる方にそれこそあの、うん、保護者会とかそういう会あの、うん、委員会の会長さんやってるようなちょっと人とのパイプがありそうな人に相談してそういうのやりたいんですって、うん、無理だよそんなできるわけないってすごく否定されたんですね。何ができないの一人にって言われて、うん、やっぱ私にはできないんだなって、でも諦めたくないと思ってて、でそんなことを思いながら福島復興塾っていうちょっとその若者とか、うん、まあ、私若者には入らないんですけど、うん、福島でいろいろなこれから起業したいとか頑張りたいとか NPO やりたいって思ってる人たちが勉強するあのセミナーみたいなのがあるんですね、はいはいはい、それを知ってそこで去年ちょうど、まあ、1年までいかないんですけど、うん、だいたい1年前ぐらいにそこに入ったことによって、うん、やっぱり居場所づくりどうやったらいいのかとか、どんなやり方をしていいのかっていうのをいろいろ勉強しながら、でようやくあの会として立ち上げたのが今年の6月ぐらいからです。そうですね。もともとはその私がやってる若者カウンセラーの養成講座の毎月やってるオープンクラスに、ね、はい、お越しいただいたんです、はい、あれ初めてやる、そのいつです。あれは確か私12月にそれこそその会が始める前に親の、はいはい、あの話し合いの場をとりあえずやってみたいと思って一度でやったんですね、うん、その12月に来られた時やっぱり不登校の経験子供があった親御さんがいらっしゃって、うん、その時にやっぱり自傷行為があって、うんうんうん、悩んでるっていうのをお話聞いて、うん、うちの子はやっぱり自傷行為までいかなくて、うん、はいはい、そんなやっぱり大変な思いを抱えてるやっぱり親も子も
悩んでて辛い思いをしてるのに、私そういう子が来たら自分の子供経験ないからどういうふうに答えたらいいんだろうってすごくその時に、いやこれは困ったな、自分何が言えるかなと思った時に、たまたま本当にフェイスブックでその、はいはい、あの若者カウンセラーの講座を知って、はい、あもう私これに行くしかない。何月でしたっけ。1月だったと思います。ああそうなんだ、はい、すごい。でそうやって考えるとさっきねタイミングとかご縁とか言いましたけど、すごいですよね。フェイスブックすげーですよね、はい、そうですね。そっから2回3回ぐらいね来ていただいて、 でいや最初の時はその作りたいんですって、福島から来ましたって、やっぱその会場の人も福島からみたいな、たまにいるんですよ、なんか和歌山からみたいな。でって言ってて、はい、いやすごいって。でもやっぱそこで居場所作りたいっつってから本当に作ったっていう、私もそのね一主婦からそこまでやる行動力が本当すごいと思ってて、はい、あぜひちょっとラジオ出てって思って、ありがとうございます、ね、今回あれだったんですけど、はい、実際始めてみて、あ12月からその場所作りっていう定期的なあれじゃないけど会は開催してたんですね。そうですね、親同士の話し合いの場所として、うん、どんな風に不登校の子どもたちのことを理解していけるかみたいな話し合いの場所だったんですけど、でもなかなかやっぱりその今まで不登校の子どもが経験あってそういう経験を持ってるっていうような卒業したお父さんお母さんは聞いてるんですけど、当事者の人ってなかなか今現在困ってる人ってそういう場に、そうなんだ、うん、来れないっていうか、どこかでやっぱり情報が入ってこないのか、やっぱ私なんか本当一主婦なんて怪しい人なのの子にはいけないって思ってるのかもしれないんですけども、すごいですよね。そのねもう本当行動力すげーって思って、1年足らずでそうやって、はい、で実際6月からそう始められたきっかけもあるんですか。はい、もともとやっぱりそういう場所っていうのは、強制にお世話になるのって難しいなって、不登校の子ってねやっぱりその人目があるところには来づらいっていうのがあるので、どこか場所を作りたいなって探してて、でそれこそどんな場所がいいか、まあでも私そんなお金も持ってないし場所始めるって言ったって資金もあるしなんて思いながら、いろいろ考えてはいたんですね。こういうとこでやりたい、いうとこでやりたいって。その時にたまたまなんですけど、そういえばなんかお寺って寺子屋って言って昔勉強してた学校みたいな場所だったよねと思って、本当にお知り合いにお寺さんの方が住職さんがいたので、私ここでやってみたいんですけど借りられませんかって言って、うんちょっとうちの本当に客殿とかは人が来るから難しいけど空いてるとこあるから使ってみないって言っていただいて、でそこをなんだかんだでちょっと直してもらって、はい、場所としては場所作りだけはなんとかすごいですね、はい、始めることができました。じゃあ実際今までのその会も入れて、はい、12月ぐらいから開催してた会も入れて何回ぐらいいろいろやって開催してるんですか。毎月その親の会は5月、まだ1回5月でお休みさせていただいてるんですけども、毎月やってたので6回で、子どもの活動が2回ぐらいなので8回、計8回ぐらいはやってますね。どうですか、じゃあやってみてね、後でいろいろ詳しくは聞きますけど、はい、親の会と子どもの会と両方やってるじゃないですか、はい、まずその親御さんが集まる会はやってみてこう感想とか、こういう悩み多いなとか、ああこうなんだって気づいたこととか、やってみて思ったことありますか。そうですね、やっぱりその今困ってる人、リアルで困ってる人と出会えてないんで、その直接の悩みっては聞けないんですけど、やっぱりその経験者から言わせれば、まあ過ぎたことだから、私もそうだけど過ぎたことだから言えるのかもしれないけど、でもやっぱり学校だけが大事じゃないよね。あとは本当にいろんな場所があって、子どもたちが行ける場所って大切だよね。あとは本当に地方だけかもしれないんですけど、まあ場所によって違うのかもしれないです。フリースクールとか行く場所がないかなかないんで、親が困ってるっていう状況が多いんですね。でその中でやっぱりそのお父さんお母さんがまずは受け入れて、子どものことを本当に理解してあげる、学校に行けないってことがダメではなくて、そういうケースもあるし、そういう子だってやっぱりいろいろ考えたり、自分で考えたり、思いがあって学校に行かないっていう選択をしているので、まずそのことを受け止めてあげる、それは本当に大切なことだと私も思っているので、それは本当に大事だよね。でまず本当に受け止めてあげて、その後に何かしらの選択肢があって、そういう場所があるともっといいよねっていうことは毎回そういうことは話に出ます、素晴らしいですね。なんかやっぱそれって何でしょうね、地方はもちろん東京でも不登校ってなるって親もたくさんいると思ってて、で私も下の息子は
ね、1年もやってないか、でも結構な期間不登校やってて、うん、なんか学校行かないんだったらラッキーと思って、ちょっとランチ行こうぜって言ってランチ付き合ってなんか美味しいランチ転々としたりとかして、そうですね、はい、そうなかなかなんかこう平日一緒に、ね、夏休み以外でも遊べるっていいじゃんみたいなので結構連れ回したり、なんか一人で平日ディズニーランド一人で行ったりとか、うん、いいじゃんいいじゃんみたいな、楽しそうですね、あれ振りかけ買ってきてみたいなディズニーランド振りかけ美味しくて買ってきてみたいな、なんだろうな、なんかそんなことやってると自分でやっぱある時勝手に気づいて勝手になんか学校行ってみたり勝手にやめたりみたいなね、うん、なんかそれやっぱりこう信じて見守るっていうのをね、うん、毎回講座でも言ってるんですけど、うん、そこをやっぱこうね伝えてるっていうのは素晴らしいなと思うし、うん、逆にその子どもたち集まる会を見てて気づくこと思うこととか、はあ、こうもっとこうしようとかなんかいろいろ思ったりすることありますか、うん、そうですね、今のとこ本当にその子供がまだちょっと来れてないんですね、うん、あの来たいっていう子には出会えてなくて、うんうん、ちょっとずついろんなところにお知らせをさせていただいたり、うん、あの学校を通してそういったお知らせを、うん、あの配ってもらってるんですが、果たしてこの、うん、本当に不登校の子たちに行き届いてるかどうかはその学校の判断になるので、うんうん、そこもちょっとわからないんですけれども、うんうん、まあ、まだそういう人たちが困ってますって言って相談に来たりとか行きたいんですっていう人が来てないの で、うん、で私はなんかその中でやっぱり自分が活動を始めたらこうやりたいああやりたいって、例えば本当に畑に行って野菜を採りたいねとか、うん、あの海が近いんで釣りも行きたいねとか、あ海近いんだ、すごい近いです、すごいやっぱりあの会津地方とか山のイメージあるんですけど、うん、海が近いところなので釣りなんかもやっても楽しそうとか、うん、まあ、それこそサーフィンなんかやってもねいいかもしれないし、うん、そんな風にこう自然の中でいろんな体験をさせたりとか、うん、あとはやっぱり学校ではなかなかできないような体験を取り入れてやってったら楽しいかななんて思ってたんですけど、うん、でもまずはなんか本当にここに来たらこれをやりなさいとかこういうことやるよっていうような身構えるんじゃなくて、うん、まず本当に来てもらってここを居心地のいい場所だなって思ってもらえるような、うん、あの沙織さんがやってる居場所もそうだと思うんですけど、はい、この間なんかトランプをやるって聞いて、あ、うん、トランプでいいよね、そうそうそう、私がやりたいから大移民大好きなんですよ、なんか多分七並べしたら嫌だって言います、大移民し続けますうのとそうそう、なんかねトランプ普通にしようぜみたいな、うんうんうん、そんな会をしたいな、うん、なんか私家にこうね居場所が今年から私もやっとできたんで、はい、家に大体呼んで一緒にご飯食べたり、まあ、大体トランプやるんですよ、はいはい、大移民好きだから、うん、そうでやっぱなんかそういう時間が好きだし楽しいし、うん、なんかいろいろね嫌なこと忘れてっていうので、うんうんうん、そうそう、そうなんですよね、なんかそういう時間大人となんか子供のように一緒に遊ぶって 大事かなと思ってて、うん、そんなことをやっぱりやっていきたいなと思ってます、うん、ね、ぜひぜひ、あの自分が楽しくないとやっぱ楽しくないと思うので、そう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 、はい、そうなんですよね、ということでじゃあちょっと2曲目入れちゃいますね、小林楓さんで可能の海、
はい、お送りした曲は小林楓さんで可能の海でした。午後4時からお送りしておりますペガサスチャンネル、岡田沙織の一人じゃないよは渋谷シダックス1階のスタジオより4時50分まで生放送でお届けしています。ということで引き続き、ね、佐藤幸恵さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、すごい、ね、緊張してないって してそうだったけどしてなかった。あ、全然全然じゃないですよ、うん、慣れないとこだしもう心臓バクバクですけど私人前で話すのすっごい苦手なんですね。なんか人の視線が気になる、まあ、めっちゃ見てますけどね。あのサテライトなんで、ね、見られてました。ほらほら今映ってる、はい、やばいやばい。ね、でもなんかすごいやっぱこのね不登校に対する社会的な偏見とかもすごいまだあるし、はい、で今ね、はい、ちょっとこう曲の間も言ってましたけど何よりも親御さんがやっぱ恥ずかしくて言えなくなっちゃうみたいな、はい、そういうねで、まあ、そう福島は特にそういうこうなんでしょう、福島に限らずきっとどこでもそうなんですけど、うん、やっぱり特に東京もそうだけど地方はよりこう閉鎖的というかその周りが皆さん知ってる隣近所が知ってるから余計恥ずかしくて言えないとかっていう、うん、なんかそれが私はすごくえなんで不登校ですえへへぐらいな今日も自由に遊んできます、うん、年中夏休みぐらいななんか顔してたらいいじゃんって思うんですけど、うん、なんか逆に開き直ってると あの子楽しそうな不登校だねって多分近所の人もなってくるんじゃないかなって思うんですけどね、うん、そうだと思うんですよね、うん、きっとそれこそあの本人たちってことないですけど、うん、お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃん、まあうん、おじいちゃんおばあちゃん世代はねなおさらね、うん、なんか学校行けないなんてとか学校行くことがねもう、うんルールだみたいに思ってる世代だから余計だと思うんですけれど、でも本人たちっていうか本当に周りの家族がいいじゃんいいじゃんとかいいよね不登校だって別にあの好きなことやらせた方が全然それでね落ち込んだりとか元気ないよりも全然その方がいいよねってなってくれたら割と周りもねあそれでいいんだよねって思ってくれると思うんですよね。なんで学校行けないのなんて言わないと思うんです、ね、元気でいれば。そうなんですよね、うん、なんかすごくそれは感じててやっぱりなんか最近だとずっと不登校でずっと不登校で家の中でずっとゲームしてたらゲーム作って社長になったみたいな人も最近出てきてたりするじゃないですか、うん、でうちのね下のチビは今は学校行ってますけどやっぱりその不登校真っ只中の時に前にねラジオにも出ていただいたんですけど、うん、すごい素敵な元中学の校長先生をちょっとご縁があって会わせたんですよね、はい、で学校なんで行ってないのみたいな。だってあそこ一般人製造工場ですからその時に分かってんねみたいな僕もだからね不登校の子に、ね、面談は一応形上するんだけどなんで来ないの、まあ、好きなだけ休んでって僕も言ってたみたいな、なんかね、うん、素敵な校長先生だなと思ったし、うん、そううちの息子も面白いじゃんっていう、なんかねやっぱりその学校に行くってもちろん行きたい子は行けばいいし居場所だし、うん、逆に家に居場所がない子は学校が救いの子も逆にいたりもするんで、うん、それはそれでいいんですけど、うん、なんかね別に学校行かないことがなんだろう私もどうのこうのって思わないし、うん、この長い人生見たらすごいどうでもいいじゃないですか、うん、どうでもいいです ねこの年になって、ね、同じ年ってことでこの年になって小学校あの時に1週間休んでたことがいまだにみたいな絶対ないじゃないですか。ないですないです。多分1年休んでたってないじゃないですか、うん、忘れるぐらいじゃないですか。そうですね、なんかそんなことよりいくらでも人生って挽回できるしできますできます、うん、なんか私なんかも全然昔本当ね今と考えられないぐらいのあれでしたけど、うん、やっぱそういうのがやっぱ大人に気づいてほしいですよね。そうですね、うん、親の会ではやっぱそういうこうなんでしょうゆきえさんの経験をもとにあでもそっか皆さん そこの不登校卒業された親御さんが多いんですよね。そうなんです、そうなんです現在ではないので、ね、今悩んでる、ねうん、親御さんにこそ来てほしいですね。そうですね、うんお子さんもです。お子さんに関してはあれですか年齢の特にあれもなく小中高どの年代もウェルカムって感じなんですか。はいもうウェルカムです。うん、うん、でも今まで、ね、何人かはこうポツポツは来てたりはするんですか。全くですね本当に そこは本当来てほしいっていうだけで私の発信も足りないのかもしれないんですけど、うんうんうんね、やっぱり、ね、ウェブとツイッターかなんかぜひ、ね、やってみてください、はい、私も拡散しますけどそうです、ねうん、福島のいわき市、はいね、そういう場所を毎月2回やってるってだだ第何に何曜日みたいなの決まってるんですか。はい、決めます。決めないと多分私やらない人なので、はい、そう子どもの会はじゃあ月2回は、はいはいはい、子どもの居場所づきは、うん
期に2回で、うん、はい、第2、第4月曜日の午前中ですね、10時から12時ぐらいなんですけど、今公民館使ってなくて、さっきあの話させていただいた居場所の方で、もうあの場所を空けてやってるので、あのこの時間だったら来れますって言っていただければ、私もそれに合わせることもできるので、月曜日はちょうどお仕事が休みなんですね。私別の仕事をしてる人なので、ああそうなんです、はい、専業主婦さんではなく、はい、パートで働いてて、はいはい、月曜日がお休みなので、お休みを使ってその居場所をまずは開けようということで、すごいですね、行動力ね、本当にありがとうございます、ね、もうなんかやりたいとなったらやっちゃう方なんで、そうそうね、そう、それが素晴らしい、それをね、はい、見せていきたいし、でもね、もしかしたらその子供の居場所も必要ですけど、なんかね、もしかしたらゆきえさんの使命は親御さんに対する何かかもしれないし、そうですね、 やりながら、はい、私親御さんだったみたいなこともあるかもしれないですけど、まずは親だよねっていうのはよく本当に話し合いの場所でも出てて、子供もだけどお母さんたちが悩んでるだろうし、親が悩んでてやっぱりそこでつまずいてると子供もね、行き場所ないからっていうことは言われるので、悩んでてどうしていいか分かんないとか、学校に行けない、でも学校がって言ってる親御さんには、ぜひ本当親お会いして、まあそうじゃないんだよって言ってもなかなかね、難しいとは思うんですけれど、ね、親御さんはね、その学校に配られそれ見てきてるんですか？いや、あのフェイスブックでの呼びかけでですね。そうなんですね、はい、じゃあ全然その学校に配ってのあんまり、そうですね、学校から見なしたっていうのはまだちょっと話にも聞いてないで配られてるのかな、どうなんだろうと思いながら、いや、お役所系になんかこう置いてもらうとかね、そうですね、ちょっとそれも今提案が出てて、私も動いてないんで申し訳ないんですけど、言っていただいた人には、あのいろいろそういうのにこう関心というか、不登校の支援をしているのが、まあ、本当教育センターだけじゃなくて他の窓口でもあるっていうのは聞いてるので、そんなところともちょっとお話をさせていただきながら、広めていこうかなとは思ってます、ね、そうですよね、はい、午前中だけってなんか理由があるんですか？午後はやんないんですか？特にないです、ね、午後も痛いよって言ったら いさせてもらえるんですか？それは OK ですね。あ、じゃあね、はい、2時間だけじゃね、もっと痛いですもんね。そうですね、ね、ぜひなんか、そう、私も実際今年から、まあね、居場所を、まあ、一応1年ということでやらせてもらってるんですけど、やっぱなかなかその最初に LINE くれた子で1回私と会わないとなかなか難しいかなと思ったけど、はい、ね、この間も来たりして、夏休みで今日やってますかとか、はい、意外にこう私と会ってなくても、LINE でずっと話してなくても来てくれる子は来てくれるというか、まあ、ただ私の場合日本全国 LINE 来るんで、はい、あの関東近県でしかも東京で来れる子っていうとすごく限られちゃうんですけど、そうですよね、そう、でもあの今週ちょうどね、私もあのトランプ大会やるんですけど、はい、まあ、私がやりたいからっていう、でその時もやっぱね、大人にすごく合わせたいんですよね、で私自身、うちの息子があんな風に面白くなったのも、面白い素敵な大人にたくさん合わせてきたらなったんで、はいはい、なんかそこにはただ子どもたちというか若者集めてトランプじゃなく、なんか面白い大人と一緒になって混じるみたいな、なんかそういう、 こう親御さんとお子さんとまたなんかこう賛同してくださるお仲間とみたいな、はい、そういうイベントとかもやっていけるといいですよね。そうですね、それは本当にやりたいですね、私なんかもあの子供が不登校だった時に、自分がやっぱりちょっと出づらいなとか、人と会うのめんどくさいじゃないですけど、それこそ不登校って言えない親だったので、そういう時期があったので、何か人に会って聞かれたら嫌だなっていうことで、結構自分自身が引きこもりだった時期があるんですね。でもちょっとしたきっかけで、なんかそれじゃダメだなと思って、外に出てみたら、やっぱりそのいわきって、震災があって復興の街でもあるので、復興の街ってこともないですけど、やっぱりそういう震災の影響なんかも受けたところではあるんで、すごくエネルギーがあったりパワーがある人がめっちゃいっぱいいて、あ、そうなんだ、そう、震災関係あるんですか？復興だからもう復興するぞみたいな、なるほどね、なるほどね、タイミング的にもだと思うんですね、もともとそういう人が多いのかもしれないですけど、でも外行くとやっぱりそのいろんな活動してる方って本当に多くいて、でそういう人見てて、やっぱり私も何かやりたいって思ったのも一つのきっかけだったんですね、居場所作りの、私がやりたいのはたまたま本当に居場所作りじゃないけど、自分は本当に子供が不登校だったし、そういう場所が欲しいって思ってるから、じゃあ私はそこをやろうかなっていうのがきっかけでもあったので、いいですね、素晴らしいです、よくだってあの当時やっぱり余震もすごかった時、浜通り、はい、なんとか通りってしょっちゅう出てたじゃないですか、です、ね、また揺れてる、ここの通りみたいな、はい、通りなんですか？通りっていう名前のだけで通りがあるんですか？地方ですね、要は、あ、
浜通り、中通り、会津地方、なんかその通りがみんななのかと思ってて、そう通り、また今日も通りが揺れてる、うん、であの時もきっと大変でしたでしょうし、そういう空気感もあってみんなこうやるぞっていう、素晴らしいですね。なんかそういうのをどんどんこうこれから広めていってほしいなって、ね、はい、改めて思います。ぜひ今後もこう告知していきたいなと思ってます、はい、あ、じゃあちょっと最後の曲だけ入れちゃいます。無重力のレシピさんで新しい記念。ということで最後にちょっと私から告知です。 Facebook とかメブロとか Twitter とかいろいろアカウントがありまして、岡田沙織で岡田沙織で検索していただくとなんか何やらいろいろ出てきます。Twitter の方かな、LINE の QR も載ってますし、何かあればいつでもご連絡くださいということで、あとでは今週の5土曜日に土曜日でね5日にトランプ大会するので、ご希望のなんか来たい方とかぜひいらしてくださいということで、ね、最後にあのゆきえさんの告知もぜひしたいんですけど、改めて月に2回子どもの居場所をやってます。はい、毎週じゃない、各週で月曜日ですね、はい、の10時から12時まで長くいたければいていいぞってことですね、はい、で親御さんの話お話会は月に1回ということで、はい、これは何曜日ですか。第4土曜日、第4土曜日やってます、はいはい、やってる。これは午後からですね、1時2時からかな、2時から2時からだって2時からかなって2時からかな、はい、私が決めるんで結構適当なんですいません、はい、っていうこと、はいはい、あと10月に公演、
はい、私ですね。ありがとうございます。呼んでいただいて、はい、ありがとうございます。沙織さんに来ていただいて、はい、ちょっとガツンとお話しさせていただきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。はい、楽しみですね。え、私もね、その後ね、こうゆっくり入れるのも楽しみだし、はい、福島行ってっていうのもそうですし、あとはやっぱりちょっと今決まってるイベントをお伝えすると、まず8月18日に食育講座があるんですね。はい、夏休み特別企画ということで、はい、はい、何時からどちらでしょう。はい、おにぎりと味噌汁を作りながら食育を学ぼうということで、はい、食育の中村ひろ子先生という先生がいらっしゃるんですけれども、はい、結構本当にいわき市だけじゃなくていろんなところで活躍されてる先生で、はい、ラジオなんかも出てらっしゃる方なんですけど、はいはい、その方の講座ということで8月18日に、はい、いわき市平15丁目2番地で私があの活動している場所になりますけど、うん、今度多分検索してもちょっと最近名前付けたばかりなので、うん、あの、そうですね、地図でしか出てこないと思うんですけど、そちらで、はい、10時から4時で、はい、10時から4時まで8月18日、はい、そして8月27日がその子どもの居場所ってことで、はい、始業式なんですね、福島県。そうです、はいはい、福島県はあの9月ではなくて8月27日が2学期の始まりなんですけど、はい、うん、やっぱり2学期初めて学校に行きたくないっていう子どもがすごく多いっていうのを聞いていて、うんうん、9月1日問題っていうことも全国的に言われているので、うんうん、その日にあの居場所を空けて、あの自由に本当に来てもいいし、ちょっとなんか何もしないでそこに来るのってどうなのかなっていうのも思ったので、はい、それに合わせてイベントとして粘土アートとラテアートを企画しています。はい、午前中に粘土アートをやって午後からラテアートを2回開催する予定ですので、はい、本当もし行きたい方、子供だけじゃなくて親子で行ってもいいですか。親子でもちろん、はい、食育講座も親子だし、はい、あの子供の居場所も親子で行ってもいい、親子で、もちろん子供だけでもいいですし、はい、どっちでも大丈夫です。はい、そして次9月29日に今度また親の会があるんですね。はいはい、これは何時から。これは2時からです。あ、そうか、さっき言ってた、はいはい、ということで、はい、まあ、何か細かい詳細とか場所とかそういうご連絡はあのアメブロいわき市不登校で検索すると出てくるし、はい、あのブログのタイトル不登校でもいいんだよっていう名前で、はい、あとあれですか、佐藤由紀恵さんというより不登校の子どもたちを明日へ紡ぐ会ってなってます、お名前とか。うん、出てこないと思います。なので、あ、じゃあそのブログを開いた時にこの名前が出てますか。不登校でもいいだよっていうタイトルで、タイトルで、そうですね、はい、名前は、多分 ID で出るんでしたっけ、あのアメブロ、うん、アメブロって ID で出ます。あとそうですね、あと自分で名前をどうしてるかなっていうのでね、名前どうしてたかなっていう感じで、ね、個人名は入れてないと思います。あ、不登校の子どもたち汗紡ぐ会って入れてたと思います。うん、じゃあそれでですね、はい、一応ねアメブロいわき市不登校で検索していただくと、はい、不登校でもいいんだよっていう感じで出ますので、はい、ぜひ見ていただけたらなと思います。ということで結構時間がギリギリなんですけど、ぜひじゃあ無茶ぶり30秒ぐらいで今後のビジョンとか夢とかあったらお聞かせください。はい、あの不登校の子どもたちの居場所を始めたばかりなんですけど、目標はやっぱりそこで、うん、実はカフェをやりながら不登校の居場所をやりたいっていうのが最初の夢でもあり、うん、今後の目標でもあるんですね。素晴らしい。はい、うん、でそのカフェは本当自分がやりたい場所っていうのも一つあるんですけども、うんうん、やっぱり学校に行けない子どもたちってなかなか就職したり働く場所っていうのも悩みどころなので、うんうん、そういう子どもたちが将来的にその場で働いていけるような、うん、本当にあのトータルとしての居場所作りをやっていきたいなっていうのが今後の目標になってます。いいですね、初めて聞いたけど、はい、素敵ですね、カフェなんですね。はい、でもね、ぜひ本当あの私も、ね、居場所はみんなの家は都内なので、なんか福島県いわき市だったら行けるみたいな、ね、子とかはぜひ行ってほしいし、なんかイベントとか行ってもらえたらなってね、はい、本当思います、ね、これからもなんか連携できるといいですね。そうですね、いろいろね、はい、よろしくお願いします。今日本当あっという間でしたけど、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。ぜひアメブロいわき市不登校で、不登校でもいいんだよっていうブログを検索してみてください。あとは佐藤由紀恵さんでフェイスブック、ね、見ていただいてもいいかなと思います。はいはい、何かご連絡されたい方は私に言っていただいても構いません、ね、今日改めて本当ありがとうございました。はい、こちらこそどうもありがとうございました。それでは1時間枠でお送りしてまいりましたが、本日の放送も以上となります。今週もご覧いただいて本当にありがとうございました。ではまた来週水曜日午後4時からお会いいたしましょう。この番組は経済的向上をアシストする一般社団法人ペガサスの提供でお送りいたしました。住宅ローンの支払いが苦しい、そうだペガサスに相談してみよう。年収を100万円上げて今よりも豊かな生活を手に入れたい。
一般社団法人ペガサスでは住宅ローンのお悩みを解決し、計画的にゆとりを取り戻すお手伝いをいたします。心も暮らしも豊かに、一般社団法人ペガサス。お問い合わせ03-5357-1925、03-5357-1925までお気軽にお電話ください。